明日の関東は貴重な日差しとなりそうです。関東付近に広がっていた雨雲は南に移動していきます。明日の朝には雨の止むところが多くなり、北関東を中心に午前中から日差しが届くところが多くなりそうです。南部を中心にこちらも昼の時間帯は一時的に日差しが届く予想となります。お洗濯物も外干しできるタイミングがありそうです。また昼間は気温が20度くらいまで上がるところが多く、肌寒さも解消していきます。またこの先1週間のお天気も見ていきますと、関東はすっきりしない空が続いていきそうです。11日以降も雲が多く、特に13日や14日にかけては雨の降る天気となります。太平洋側を中心にまとまった雨となる可能性もありますので、最新の情報にもご注意ください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。